9月27日金曜日、全国のお天気をお伝えします。湿った空気や前線、低気圧の影響で東日本沿岸部を中心に雨の降り方に注意が必要です。朝から雨の降っているところのある東日本ですけれども、この後日本海側で日差しの届くことがあっても広く雨が降りやすくなります。一時的に強まったり雷を伴ったりする恐れもありますのでご注意ください。また静岡県、伊豆半島や神奈川県、千葉県房総にかけて沿岸部では断続的に激しい雨が降り、雨量が増加する恐れがあります。特に午後の時間帯、道路冠水や山間部では土砂災害などにも十分注意をしてください。西日本は日差しの届くところが多くなります。日中の気温も上がって暑さを感じられそうです。油断せず暑さ対策を行ってください。一方、東日本は日差しが届かないこともあり、昨日よりも気温は上がりにくくなります。肌寒さも感じられそうですので、服装で上手に調節をしてください。北日本も低気圧の影響で北海道を中心に雨の降ることがあります。東北南部も雲が広がって雨の降るタイミングがありそうですので、折りたたみ傘を持ってお出かけください。最後に南西諸島ですけれども、雲が広がりやすく、特に午後ほど強い雨の降る恐れがあります。この後も空の変化、お気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。